ヤクルトもね、はい、重ねこう、はい、この何ていうの、このヤクルトスワローズ独特 の勢いノリっていうのがね、そういうのもうまく噛み合ってね、来ましたよね。チラ TV をご覧の皆さん、こんにちは。バレーボール選手の永井聡です。そして、オードリーです。シーズンが野球終わって、はい、なんか僕チラッと見たんですけど、うん、なんか順位がすごいことになってるっていう。セリーグ、パリーグともに。まあまあセリーグはヤクルトね。はい、ヤクルト。はいはい、パリーグはオリックス。なんかもう順位が逆転してるらしいですね、去年から。最下位だったチームがセリーグもパリーグもそれぞれ優勝したっていう。そう。なんかすごいですね。そんなことあるんですか。いやあったんだよね。ついこの間。ついこの間。最下位とか、まあ、低迷するチームっていうのは、はい、やっぱりそのままズル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 行ってしまいがちなんですよね。やっぱりあの、はい、負け慣れてるっていう。なるほど。うん、ただ、はい、あのヤクルトも、はい、オリックスも、はい、高津監督が、はい、今年3年目になるのかな。はい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 、ね、それからあのオリックスの監督中島監督は、まあ、2年目になる、はい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 、チームを作っていく中で、やっぱりこのね、監督成り立てっていうのはなかなかね、あの結果も出づらいでしょうし、まあ、いろいろ試行錯誤しながら、自分のこの戦い方に染めていくっていう、まあ、それがまあ結実したっていうのかな。なるほど。まあ、そこにあの選手たちがまあうまく乗っかって、やっぱりこの最下位の悔しさっていうのかな。プロの選手もやっぱりね、負けて嬉しい、面白いわけがないので、そうですね、あのいい選手の秘訣っていうのは、やっぱり一つの要素として、負けず嫌いっていうのもあるんですよね。確かに。選手たちが、もうこういう最下位でね、はい、ね、ファンからも罵声浴びせられて、年俸も下げられてね、頑張るわけにはいかないので、はいはい、まあ、でもそれにしてもね、はい、セ・リーグもパ・リーグも最下位から一気に優勝っていうのはね。もちろんヤクルトの優勝っていうのは、はい、まあ、正直、ね、はい、考えてなかったんですけども、はい、夏場から秋にかけて結構打線がね、活発でしたし、はい、まあ、それに乗っかって今度投手陣も、はいはい、抑えて打って抑えて打ってってそういう試合ができるようになってきてたから、はい、あとヤクルトってね、はい、重ねこう投手陣のこの、なんていうの、このヤクルトスワローズ独特のこの勢いノリっていうのがね。だからそういうのもうまく噛み合ってね、行きましたよね。逆に阪神がちょっと自分で自分をプレッシャーかけてっていう感じにね、あのちょっと静かになっちゃいましたよね。セ・リーグ、パ・リーグともにこの優勝したチームの強さを大野さんなりにこう分析して語っていただきたいなと思うんですけど、まずオリックスから。オリックスはやはりね、はい、山本投手と、はいはい、あと宮城、はいはいはい、投手ですね。彼ら2人で21勝かな、はい、かなりこのチームの貯金というのをこの2人で叩き出しましたし、はいはいはい、うん、やっぱりね、この投手力が安定している、守備が安定しているというところでね、はいはいはい、うん、やっぱりこの優勝戦線にあの、まあ、絡めた、まあ、その中であの、はい、杉本選手、過去通算ホームランが9本ぐらいかな、5年ぐらい、5年で9本。5年で9本。で、はい、今年、30本超えた、1年。何年ですか。そう、一気にブレイクして、打率が3割だし、だからこの、投打の軸がいたっていう、ね。ああ、なるほど。なんかやっぱそういう選手がいると、強い チームがいるんですね。うん、だからオリックスも去年、最下位、悔しい思いして、はいはい、で夏場以降、この優勝戦線 に絡んできた。はいはいはい、ね、初めての多分緊張感だったと思うんですね、これ、はいはいはい、チーム全体がね。だって二十何年優勝してないんです。そうなんですか。25年かな。へえ。ちなみに我が国沖縄水産ももう25年近く甲子園行ってないんですよ。じゃあそろそろですね。そろそろ。だからもう大体そろそろ。そろそろ大体そろそろ。まあ25年。まあ、されたけど。そろそろなんですよ。だからまあ優勝に飢えてた。また初めての優勝、そこでプレッシャーで潰れるのか、なるほど、そこで怖いもの知らずで勢いでっていうね、そういうのもあったと思うし、
まあ、そこにやっぱりね、あの中島監督 の, この経験、はいはい、オリックス時代優勝経験なのあのしてますし、はいはいはいね、その辺がまあうまくベンチとこの選手たちの信頼関係というのかな、うまくこの選手たちを操縦したというか、へまあ、僕もあの優勝したことないチームが優勝してほしいというね、あソフトバンクがまあずっと連覇してたので、はい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 、ファンじゃなくてもちょっと応援したくなりますもんね。はい、続いてヤクルトに関してはどうですか？だからヤクルトもあの、ね、村上選手をはじめ、はいはいはい、まあ、青木選手ベテランがいて、山田選手経験がある、はいはいはい、ね、実力もあるで、村上選手が、まあ、しっかりそこを、ね、打線の中心として打ってましたし、あと今年は結構この外国人の打者、それからピッチャーがね、割とその日本人のこの選手たちに、はい、まあ、入ってしっかり機能してたっていう、最近移籍してきたとかそういう今年からだよね。あ、で、まあ、マクガフっていうこのリリーフピッチャーももちろん外国人ですし、はいはい、うまくこの外国人選手を戦力として働いたっていう、やっぱね、あのスカウティングっていうのは難しいでしょうね。まあ、メジャーで活躍してたから日本のヤクルト野球で活躍するとは限らない、はいはい、なるほど。これまで 何億ってね、あの高いね、サラリー払って、はい、で日本のプロ野球で全く活躍しない選手、ね、今年も結構途中で帰っちゃった外国人選手もいたりとかね、はいはいはい、だからヤクルトはこの外国人選手が1年を通して、はいはいはい、あのピッチャーもそうですし、あの野手の方もしっかり戦力として機能してたので、非常にあのチーム力がね上がりましたよね。ヤクルトの選手で、なんかこう、今後注目したい、この注目株みたいな選手は？注目、まあ、村上選手は もちろん、まあ、これからね、あのどんなバッターになっていくのか、はいはいはい、楽しみでありますけど、今回、ヤクルトが、はい、あの加速、ね、はい、夏場以降、ぐわって急加速したのも、はい、あのまあ、注目っていうよりも成長、成長、はいはいはい、あの一番を打ってる塩見選手。塩見選手、彼のこの成長が、はいはい、あの非常にこのチームの、まあ、底上げっていうのがですね、うん、1番バッターで、はいはい、出塁、それから、まあ、しっかりあの実務を残し、あと堅実な守備っていうところで、はい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 、このチームのポイントポイント勝負どころでこの塩見選手が、はい、鈴木誠也みたいな、はいはいはい、鈴木誠也選手がこの出始めの頃みたいな、はい、かみってる、かみってる、そういう活躍が結構逆転満塁ホームランで出たりとか ね、そういうこの神ってる活躍、神ってる選手がいるんですね。そうだから、そういう、まあ、ムードメーカーとかチームを盛り上げる選手がこのブレイク したっていうのも、はいはい、まあ、ヤクルト この今回の今年の優勝につながったんじゃないですかね。なるほど、ヤクルトはあれなんですね、打者というか攻撃力が高いです。高いですし、そこが注目されがちなんですけど、はい、あの結構ピッチャー頑張ったんですよ、今年。確かヤクルトは、はい、規定投球回数いったピッチャーいなかったんじゃないかな、結構あの中継ぎリリーフが、はいはい、あの頑張って。あ、そうなんだ。ヤクルトの先発ピッチャーで思い出すと 高橋選手じゃないな、ね、石川選手とか、はいはい、あ、もちろんあの星稜、はい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 、出身のね、奥川選手、ね、あ、奥川選手、奥川選手ね、そんなにあの頭数少ないんですけども、まあ、先発、まあ、スターターとして頑張ってこの中継ぎリリーフでね、はいはいはい、やっぱりね、監督がピッチャー出身の中継ぎ監督なので、はい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 、選手のこの特性っていうのかな、はいはいはい、そういうのを生かしながらね、うまくピッチャーをつないでつないで、はい、守りきるみたいな、ということで、はい、今日はヤクルトとオリックスの強さを大野選手に語っていただきました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。